大阪ステーションシティのロゴ、大阪ステーションシティは、大阪市北区梅田山丁目にある JR 大阪駅の駅ビルであり、再開発エリアを含む駅全体の巨大複合商業施設である。ホテルやオフィス、ファッションビル、百貨店、シネマコンプレックス等で構成される。2011年5月4日にグランドオープンした。駅北側のノースゲートビルディングと、 駅南側のアクティ大阪を増築した上で解消されたサウスゲートビルディングの2棟のビルから構成されており、大阪ターミナルビルが運営している。大阪ステーションシティという名称は、発見、感動、大阪グランドステーションという開発コンセプトを踏まえて、新しい街が大阪駅に位置することをわかりやすくシンプルに表現したものであり、 ノースゲートビルディングとサウスゲートビルディングは大阪ステーションシティの南北にそびえる玄関口であることをシンプルに表現したものである。大阪ステーションシティ全体の総延床面積は約53万平方メートルとなり、かつては名古屋駅を上回っていた。しかし2017年4月には、 名古屋駅北隣に JR ゲートタワーが開業して、以降はこれも合わせると、最終的な駅ビルの総延べ床面積は、約67万平方メートルとなり、大阪ステーションシティ全体の規模を上回っている。また、店舗面積でも13万4千平方メートルと、大規模なものとなり、ガラ,ラポート東京米を抜き、西日本最大にして、 イオンレイクタウンに次いで日本2位の規模を誇る巨大商業施設となる。2011年に開業した百貨店の JR 大阪三越伊勢丹は百貨店激戦区の梅田エリアにおいて売り上げ不振により一旦閉店し2015年にファッションビルのルクア1100に転換した。ノースゲートビルディング西建のルクア1100は同ビル東館に位置するルクアと共に ルーキは大阪を形成している。京城駅舎駅上空には2階建ての人工地盤が建設され、南北連絡橋と京城駅舎が設置された。駅の南北2つのビルは南北連絡橋によって往来できるようになり、京城駅舎には直結する改札口、連絡橋口が設置された。さらに北側には阪急電鉄の大阪梅田駅、南側には 歩道橋につながるペデストリアンデッキを設置、複合施設のグランフロンと大阪にもデッキでかかっており、回遊性を高めている。南北2つのビル間には、プラットホーム中央部を覆うように弧を描く巨大な、型流れの大屋根が設置された。東西町、約180メートル、南北長約100メートルで、高さは最も高い地点で、約50メートルに達する。 一部ガラス製で自然光が差し込む作りである。これに伴い既存のホーム屋根は端部を残して撤去される予定であったが風に飛ばされた雨が隙間から吹き込むことが発覚したためホームの一部にガラス製の透明な屋根が取り付けられている。掃除業費は2100億円に及び大阪駅の1日の平均乗降客数は約85万人だが JR 西日本では大阪ステーション式の開業で91万人にまで増えると想定している。また、開業後の同駅の増収効果を、鉄道業や流通業、ビルのテナント料収入などで年間725億円と試算され、開業当初は減価償却費などがかさむが、5から6年後には利益を生み始めると見積もられている。 オープンから約8ヶ月余りで来場者数は1億人を突破した。太陽の広場ルクア、大阪ステーションシティシネマルクアルクア1100オフィス、大丸梅田店、ホテルグランビア大阪時空の広場10階柔らぎの庭11階風の、広場14階天空の、農園アトリウム広場カリオン広場の、カリオンの金施設内に、水、緑、地、エコ。 情報をテーマにした8つの広場が設置される。いずれもデザインは三岡英二が監修した。当初の大屋根直下、ホームは屋。ありがとうございます。